ブライアントロティエは、カナダ、サスカチワン・シューバル・マリー生まれの、プロアイスホッケー選手である。NHL では、ニューヨーク・アイランダーズで15シーズン、ピッツバーグ・ペンギンズには3シーズン在籍し、攻守に、バランスの取れたセンターであったと評価される。特に1980年代初頭に、アイランダーズが、スタンレーカップで4連覇を記録した、いわゆる、アイランダー王朝時代の、 中核メンバーとして名高い。1997年にホッケーの殿堂入りを果たしている。ブライアント・ロティエは1974年のドラフトにおいてチーム第2巡目、全体では第22位でアイランダーズに指名された。当時の北米ホッケー界は NHL が1972年に発足したライバルリーグ WHL に対し様々な 対抗策を講じていた時期であると言われ、NHL による17、18歳の有望若年選手の囲い込み、青互いも行われていた。トロティエの獲得も、その一例である。このため、トロティエはすぐに NHL でプレーすることなく、1974から1975シーズンは、ジュニアリーグで144ポイントを上げ、リーグ最優秀選手となった。 翌1975から1976シーズンからはアイランダーズに昇格しメジャー第2戦でハットトリックを演じた。そしてシーズンが終わってみると当時マーセルディオンが報じしていたアシスト数、ポイント数の新人記録を破ってカルダー記念賞を受賞した。1977から1978シーズン頃からアイランダーズはトロティエ、マイク・ボッシー。 クラーク・ギルスの強力夫人を備えめきめきと力をつけていった。トロティエが最高成績を残したのは1978から1979シーズンでリーグ首位の134ポイントを上げた。また、同年のアシスト数87は前年の77に続く2年連続のリーグ首位記録である。1979から1980シーズンにはアイランダーズは スタンレーカップに優勝し、トロティエもコーンスマイス賞を獲得する。こうして、1970年代後半から1980年代前半にかけて圧倒的な力量を見せたウェイングレツキーを除けば、トロティエは、その得点能力と固い守備力によって、当時最も優れたオールラウンドプレイヤーの一人に数え上げられる選手となった。しかし、一方で、 同世代のセンターたち、例えばマーク・メシエやスティーブ・アイザーマンと比較すると、第一線で長く活躍できた期間はやや物足りないと、する評価もある。特に現役生活14年目以降は、その力が急激に衰えたように見え、1988年に82ポイントを上げていたのが、翌年は45ポイント、翌々年は24ポイントと落ちていった。 1990年7月20日にはフリーエージェントで15年在籍したアイランダーズを後にしてペンギンズに移籍した。同僚にはマリオルミュー、ヤロビール・ヤーガーらがおり、移籍後の3年間のうち1991年、1992年とスタンレーカップ連覇を経験し、1993年は一旦アイランダーズのフロント入りするが飽き足らず、1994年に ペンギンズの選手権アシスタントコーチとして37歳で、復帰しその年限りで現役を引退した。引退時点でのポイント数は NHL 歴代6位であった。なお1984年のカナダカップにおいては、トロティエはカナダ人同胞から多くの批判を浴びながら、米国チームの一員として参戦した。この決断を行ったのは、自らの居住国に訪問するためと、妻が、 米国人であったためとされている。そして、1984年7月には、父方の祖先に、クリー族系のメティがいたため、米国籍を取得している。引退後は、あるポートランドパイレーツのコーチ、NHL では、コロラドアパランチのアシスタントコーチ、ニューヨークレンジャースのヘッドコーチを務めた。なお弟ロッキー・トロティエも NHL のニュージャージー、デビルスでプレーした。 ありがとうございます。